こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のトミカ、こちらね、無事購入できました。で、購入したトミカなんですけど、まずはね、通常トミカのこちらの3台、初回特別仕様のね、アクアもね、購入できました。そして、あとですね、こちらですね、トミカプレミアムのトヨタセリカ WX、こちらの発売記念仕様、これもね、手に入りました。で、あとはこれですよね、トヨタ 86GR86 10周年のアニバーサリーコレクションのトミカギフト、こちらもね購入できましたので、まあ、今回は、これですね、通常トミカの3台をねまずは見ていきたいと思います。ということでね、今回あのトミカ結構発売されたんですよ。で、一応あの発売されたトミカはまあこんな感じになっていて、発売されたのはトミカワールドですね。トミカワールドの、トミカタウンクリスマスデラックスセット、こちらと、あとね、大回転発車リモコンビッグキャリーカーっていう、これラジコンみたいなんですけど、これもね発売されたみたいです。そしてトミカのジョブレイバーっていうやつなんですかね、デッキアップ出動デラックスブレイバートランスポーターっていうね、これもどうも出てたみたいですね。で、あとドリームトミカもねこれ出てましたね、モルモカーっていうんですかね、これが2つに、あとはトーマストミカワクワクドキドキコレクションっていうのもね、どうも発売されてたみたいです。あとはカーズですね、カーズトミカも2台出ててということで、まあこんな感じになってます。こう出てますね今月。はい、ということで、じゃあね、まずはあのこちらですね、通常トミカのこの2台からね、通常カラーのトヨタアクアね、これちょっと見ていきますね。いや、そうそう、でナンバーは、34番になってます。はい、で肝心のね車両なんですけど、よいしょ、まあ、こんな感じになってて、あ、ヘッドライトもね、ちゃんとクリアパーツ使われてますね。そしてまあ横はこんな感じで、色綺麗ですね。すごい綺麗な銀色してますね。で、後ろはこんな感じで、テールランプとかは塗装なんですけど、成形とかも結構いいのかなという感じがします。なかなか素敵なねトミカになってますねこれ。で、下はこんな感じで、型はですね、型は2022年のね型になってます。で、ギミックはね、これサスペンションと、あ、サスペンションだけですね。はい、じゃあもう一回ね見てみると、まあこんな感じで、まあなかなか、出来のねいい感じのトミカにはなってるんじゃないかなと思います。はい、では次の初回特別仕様なんですけど、パッケージはね、まあ、こんな感じになってて、じゃあこちらもね、ちょっと開けてと、よいしょ。で、感じの車両はこんな感じで、まあこちらもね、いいですね。出来はこれいいんじゃないですかね。かなりいい気がしますね。はい、まあ、こんな感じで。上はこうですね、で下はこんな感じになってますね。でギミックはこちらも同様でサスペンションだけですね。中の運転席もね結構いい感じに作られてるんじゃないですかねこれ。はい、で、通常カラーのね、こちらと比べてみると、まあこんな感じで、はいはい、なかなかいい感じにはなってると思います。これね、細かいラメが結構入ってて、塗装もね結構いいですよこれ。はい、まあこんな感じですね。いいな結構出来いいですよこれは。はい、という感じです。じゃあ次はですね、こちらになります。日立建機のマカダムローラー ZC125M5 っていうんですかね。はい、まあこれになります。パッケージはまあこんな感じでね、ナンバーは77になってます。で、こういうやつなんだ。なるほどね。はい、まあこんな感じになってて、確かにこんなのでもあんま見たことないですよね、ここ分かれてるやつっていうのはね。だいたいあのローラーっていうかね、そういうのってこう
なんていうかな、もうこの一本もんっていう感じなんですけど、これ二つに分かれてるっていうのはなかなかね面白いですね。こういうのはあまり見たことないのかなという気がします。後ろはねこれ一つのね一本もんっていうかなんていうかこういう風になってますね。はい。でまあ上はこんな感じで、運転席もね、あ、お、そうなんだ、これ運転席これ二人乗り用、珍しいんじゃないですか、こういうので二人乗り用っていうの。はあ、なるほど。で下はまあこんな感じになってます。でまあこうギミックはこう、まあ、タイヤがねこう回るっていうこれなんですかね。で結構このタイヤがね、なんだろう、多分鉄だと思うんすよ。はい、ちょっとねこのタイヤが重くなってて、かなりね本格的なんじゃないですかねこれはこれは、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい。へえ、すごいねここ鉄だ。あ、しかもめちゃくちゃ転がるこれすごいよ転がりが。はい、ということで、はい、ということで今回は2022年の10月発売の新作のトミカのこちらの3台を紹介してみました。いや、どれもね、なかなか出来のいい、トミカになってると思います。やっぱなんていうかな、一番気に入ったのはこれかな、マナカムローラーっていうね、このローラーのこの部分が鉄っていうかね、ちゃんと鉄になってて、でめちゃめちゃ転がりがいいという、これなかなか面白いなと思いました。そして、まあ、こちらのね、アクアも、出来自体は結構ね、いい感じの、トミカになってると思いますので、まあ、気になる方はね、ほんとね、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。